司法院は中華民国の最高司法機関。現在は委員長と副委員長を含む15名の大法官により構成されている。委員長は元総知から副委員長は蔡軽トである。尺あざ530号によると、司法院は最終司法判断を下さなければならないが、立法院は法律改正を行わないため、 最高法院と最高行政法院はその役割をしている。そのため、司法院は形式上、司法行政機関としての性格が強い。なお司法院大法官は憲法裁判所の役割を担っている。司法院の構成員である大法官の職責は、大法官における憲法解釈と法解釈の統一、意見政党の解散に関する審理、相当。 副総統弾劾決議の審査に限定され、訴訟の審判は行わない。また、違見政党の解散審理は行われたことがない。大法官は、総統が推挙し、立法院が承認する。大法官の任期は8年である。再任はされない。大法官に必要な資格は以下の通りである。10年以上、最高法院法官を務めたもので、かつ優秀なもの。 9年以上、立法委員を務めたもので、かつ特別な貢献を果たしたもの。10年以上、大学の主要な法律科目を担当し、専門著作があるもの。国際司法裁判所裁判官の経験者、もしくは、広報学や比較法学の権威であるもの。法律を研究し、豊富な政治経験を持つもの。しかし、実際には曖昧な規定が多く、 実質的な意味がないとの批判もある。現任大法官はドイツ留学経験者が多く、アメリカや日本留学経験者がそれに次ぐ。政府委員長は当初大法官ではなかった。しかし大法官に出席していたため、大法官会議の司法の独立に反するとの指摘がなされていた。1997年の第4回憲法改正以降、 政府委員長にも大法官の身分が与えられ、この問題は解決した。ただし、台湾では上国、上訴の割合が高く、最高法院や最高行政法院の審議案件数が極めて多く、これら法院における法官の在籍数も多い。そのため、台湾では比較的軽微な案件を除き三審制であるが、最終審での判例にばらつきが出る傾向がある。 これらの要素が合わさり、法解釈の統一や下級法院の判決における法解釈の修正を求めて、大法官に持ち込まれる案件も非常に多い。また、下級法院が自らの判断で一旦審理を停止し、大法官による法解釈を伺うこともできる。また、行政院や立法委員、かつての国民大会などの国家機関及び構成員、地方政府は、 裁判を経ずに直接大法官の憲法解釈を要請できる。近年は与野党の対立が大法官に持ち込まれることも多い。司法院の下には最高法院を頂点とする普通法院の系統と最高行政法院を頂点とする行政法院の系統がある。さらに公務員の懲戒を行う裁判機関も設けられている。司法院に属する裁判所のほか。 軍法神権機構が行政院国防部の中に設けられている。軍事検察所は各法院に対応する形で検察所が設けられている。だが、高中級事件によって2013年8月に立法院は軍事裁判法を改正し、軍人が非戦時に陸海空軍警報を犯すとき、軍事裁判ではなく普通法院がそれを裁判、そして処罰する。 今の軍事裁判はただ刑事賠償案件しかしない。司法院の建物は司法大化と呼ばれ、台湾の国定史跡に指定されている。現所在地は寝台に武廟が置かれており、日本統治時代の1929年に取り壊され、裁判所の建設が開始された。工事期間は5年にも及び1934年に完成した建造物には台湾総督府高等法院。 台北地方法院、検察局が設置され、当時の台湾における最高司法機関となっていた。中華民国政府の台湾移転後に司法院、最高法院が設けられ、1977年には4階部分が増築されて4階建てに増築されて、現在に至っている。AB 司法体科文化部分科、資産局国家文化資産網、立費と指標、台湾における 意見審査制の新展開、大沢秀行、小山剛編著、東アジアにおける、アメリカ憲法、慶應義塾大学出版会、2006年、129ページ。ありがとうございます。